横に少し上にも下にも引き出していただくと、華やかなお団子スタイルになります。こんにちは、リプレイヘアデザインの、店長ふみこと申します。今日は、こちらキネジョの、28mm のアイロンを使って、浴衣にも似合う華やかなお団子スタイルをレクチャーしていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。でポイントとしてはこの横に編んだ三つ編みですね、横に編んだ三つ編みを下に持っていくことで引き出した時にシルエットが前から見た時に調整しやすいのと、あと華やかさもより増していきます。でこのお団子もただ後ろに引き出すのではなくて横に広がるように引き出すことで、カジュアルさのない、華やかなお団子になっていきます。浴衣以外にもパーティーなどにも合わせやすい、華やかなお団子スタイルになっているので皆さんもぜひ挑戦してみてください。まず、キヌジャの 28mm のコテで毛先を巻いていきます。毛先を、外羽に巻いていきます。アレンジでまとめたりする前に先に、毛先を、巻いておくとアレンジした後の毛先の処理がとってもしやすいので先に毛先を巻いておくと後が楽だと思います。こんな感じで外羽に巻きました。次は、分け取りをしていきます。頭のてっぺんからだいたい耳後ろですね、耳後ろにかけて分け取りをしていきます。この時ジグザグに分けていきます。分けたらクリップで留めときます。でこちらも一緒です。頭のてっぺんから耳後ろにかけてジグザグで分け取っていきます。こんな感じです。でそしたら、後ろですね、後ろを、少し低めの位置で、こちらシリコンゴムより少し太めのゴムですね、土台をしっかりとさせたいのでシリコンゴムだと強度が弱かったりするので少し太めのゴムを使っていただくとしっかりとまとまるのでこちらを使ってみてください。で下の方でまとめていきます。次は、横を三つ編みで編んでいきます。でもみあげだけおくらげ少し残します。残してで後ろに持っていくので後ろに向かって編んでいきます。でこの時に、後ろに、持っていった時にポニーテールの部分に、持っていくのでその距離の分だけの三つ編みで大丈夫です。でダッカールで留めておきます。でこちらも、おくれ毛もみあげの分だけ少し残してでちょっと耳にかかるように三つ編みをしていきます。で後ろに向かって編んでいきます。でポニーテールの1ぐらいまでの三つ編みで大丈夫です。そしたら、今度引き出しをしていきます。引き出しは、まずトップに立ち上がりを作っていきます。でトップの立ち上がりの幅をカールの大きさですね、必ずしっかりと決めてから引き出しをしていくと綺麗に引き出せます。で、少し間隔を空けたところでまた引き出しをしていきます。
ちらも一緒です。引き出していきます。ちょっと前から見たときに、ひし形になるイメージで引き出しをするとバランスがとっても良くなります。で、三つ編み部分も少し引き出しをしておきます。でこちらも一緒です。したら、次はこの三つ編み部分ですね。この三つ編み部分を後ろに持っていきます。で後ろで一回ポニーテールの上に結んでいきます。で結んだら。くるりんぱをしていきます。くるりんぱをしていきます。で、くるりんぱをしたら、このポニーテールの下に持っていきます。こんな感じです。で、ここを2つに毛先を分けて、一回上にグッと持っていきます。そうするとこのようにポニーテールのすぐ下に三つ編みが出てきます。じゃあバックですね。バックの引き出しをしていきます。まず、センターからですね。センタートップから引き出していって、で少し間隔を空けて引き出しをしていきます。で、数本引き出したら、またこの下を引き出しをしていきます。次に、この2本ですね、2本をまとめて、三つ編みをしていきます。で三つ編みをして、またポニーテールした部分にこれを巻きつけてお団子のようにしていくんですけれども、でその時に、ピンではなくてまたゴムで留めていきます。こちらです。こんな感じです。こんな感じで、で引き出しをしていきます。引き出しを。では最後、おくれ毛を巻いていきます。でこの遅れ毛も、根元からしっかりと巻いていきます。でこちらも一緒です。で、全体的にバームやハードスプレーなどで最後整えていきます。で前から見た時にひし形になるイメージで引き出しをしていくとバランスがとっても良くなります。で後ろもこんな感じです。でお団子を、後ろに引き出すだけではなくて少し横に引き出すことで、カジュアル感がなくなって浴衣などにも合うお団子スタイルになるので、後ろにだけではなくて、横に少し上にも下にも引き出していただくと、華やかなお団子スタイルになります。